皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは流行り紙剣からやっていきましょう。前回第0話チェーンメールを S クラスでクリアし、データベースをすべて回収しました。今回は第1話コックリさんのデータベース回収をやっていこうと思います。それでは第1話コックリさんやっていきましょう。警視庁非公認事件記録課23号、コックリさん。さて、どこから調べようか。図書室を調べる。僕たちはまず手始めに伊藤香織が滑覆自殺を遂げた図書室を調べることにした。ここは我々乾署と警視庁捜査一課の手で徹底的に調べた後ですが。ええ、でも何か見落としがあるかもしれません。何者かに持ち去られた血液のことも気になりますし。消えた血液か、面白いな。この図書室に隠し部屋があって秘密の実験が行われていたりしてな。隠し部屋はね、次のお話なんだ。兄さんの発言に校長が慌てて否定する。そんな部屋はありません。そりゃそうだ、漫画じゃあるまいし。でもそれが次のお話あるんだな。先輩、こっちへ来てください。はい。小暮さんが見つけたのは床に落ちた一冊の名簿だった。おや、どうして名簿がこんなところに。ちゃんといつもは鍵付きの書棚にしまってあるんですが。待ってください。不思議そうに拾い上げようとする校長を制止した。開かれた名簿の中に見過ごせない名前を見つけたからだ。佐喜多美沙。2年前にコックリさんの呪いで死んだという噂を持つ佐喜多美沙。その彼女の名前が飛び込んできたのは単なる偶然だろうか。先輩、これを見てください。何ですか？驚いて小暮さんが指摘する。そこには自殺した長谷部成美と伊藤香織の名前があった。それだけではない、神山由香の名前まであった。彼女たちは佐喜多美沙のクラスメートだったのか。そして僕たちは最有力容疑者たる神山由香の家を張り込むことにした。先輩、神山は動きますかね。わかりません。できれば動いてほしくなかった。また神山が凶暴化してしまったらどうやって止めるべきか僕にはわからなかった。よ、ユリア。桐崎さん。張り込みご苦労さん。兄さん？いや、何、むさ苦しい男と二人っきりじゃ寂しいだろうと思ってな。言いながら小暮さんにウィンクを送る。むさ苦しくて失礼しました。ですが張り込みは刑事の仕事であります。先生はどうぞお引き取りを。まあそう言うなよ。ほれ、差し入れだ。ありがとう。小暮さんにポンと手渡した紙袋からかぐわしい香りが漂ってくる。中身はハンバーガーだった。いやー、先生はなかなかいいお人ですな。単純。自分は少し勘違いしておったようです。おっす。食べ物に目がない小暮さんは兄さんの賄賂で
あっさりと買収されてしまった。兄さん、本当は差し入れが目的じゃないんでしょ？まあな。この事件はお前の知識だけじゃ解き明かすのは難しいだろう。一緒に今までの出来事を整理しようかと思ってな。ありがとう兄さん。なんだ、余計なお世話だったか？そんなことないです。ううん、そうじゃないけど、自分の力の足りなさが悔しくて。そんなことないさ、お前はよくやっているよ兄さん。目の前で起こった出来事がどんなに非現実的なことでも、それに向かって解決しようとしている。頭の固い連中には到底できないことだ。俺の助手にしたいくらいさ。ありがとう兄さん。桐崎先生、先生はやはり神山が犯人だと。ハンバーガーを平らげ終えた小暮さんが似合わないピンク色のハンカチで手を拭きながら会話に参入してきた。犯人は狐好きとおっしゃっていましたが、本当にそんな現実離れしたものが存在するのでありましょうか？狐好きが現実離れ？そんなことはないさ。好き者は我々の身近に存在していて、お前たちも知らず知らずのうちに影響を受けているはずだぞ。そうだな。例えば今日はついている、俺は月に見放された、なんて言葉を使ったことがあるだろう。月という言葉は日常的に使われているせいで見逃しがちだが、よく考えてみると非科学的な言葉だ。説明不可能な境遇や事態を自分なりに納得するために、人は月を口にし偽りの解決を得ようとするんだ。ついているついていないという概念は月物信仰の表れで、日本人は大昔から月物と付き合ってきて今に至っているのさ。小暮さんがおおと関心の言葉を漏らす。言われてみれば月なんて何の根拠もないのに日常的に使っている。やっぱり兄さんの知識は大したものだ。兄さんならこの不可思議な事件を解決する糸口を見つけてくれるかもしれない。意地やプライドは捨てて素直に意見を聞いてみよう。僕は自殺者の本当の死因について聞いた。ねえ兄さん、自殺した女性徒たちは本当に自殺したのかな？おかしな日本語だとは思いつつも僕は尋ねた。彼女たちが本当に自分の意思で死んだかってことか？はい。うん。ひとみさんは監察医の名にかけて間違いなく自殺だって言ってるんだけど、ひとみさんの判断を疑うつもりはないが、死んだ女生徒たちが自分の意思で命を絶ったとは思えなかった。ひとみがそう言ったのなら医学的には間違いなく自殺だろう。だからそれについてコメントする気はない。お前が俺に期待しているのはもっと別の方向性の意見なんだろう。僕は黙ってうなずいた。いいだろう。キツネツキは超能力を発揮することがあると言われている。覚悟はしていたが、いきなりぶっ飛んだ発言が飛び出した。キツネツキは精神的に不安定な状態であるが、それを得て超能力を発揮することもある。耳袋で有名な根岸陳英でいいのかな。根岸陳英も狐付きに会った女が投資能力を発揮するのを目撃している。根岸陳英が登録されました。投資能力が登録されました。狐が気を人間に侵入させてその人間をコントロールするという事例も過去にある。人間をコントロール？まさに今回のケースにぴったりじゃないか。蘭学者芝光観の春波浪筆記でいいの？春波浪筆記には人を操った狐のことが記されている。芝光観が登録されました。春波浪筆記が登録されました。狐の木の実人の体に入ること、人
この術は及ぶべからず。つまり波の人間では到底狐の霊力には太刀打ちできないというわけだ。だが太刀打ちできないと言われて、はいそうですかと諦められるものではない。そこを何とかするのが僕たちの仕事だ。それからもしばらく民族学者桐崎水明の講義は続いた。どうやらこの学校とコックリさんとの関わりは根深いものがありそうだ。事件との関連性は未知数だが、情報を集めておいて損はないだろう。僕は気になっていることを口にした。2年前の事故が事故でない可能性。もし2年前の事故が事故じゃなかったら。え、小暮さんと校長が同時に僕に注目する。あくまで仮定の話ですが、2年前の事故に誰かしらの作為が含まれていたのなら、十分に今回の事件の動機になり得るんじゃないでしょうか。ちょっと待ってください刑事さん。あなたは今回の事件が自殺じゃないとおっしゃるのですか。校長が泡を食ったような顔で問いただす。いえ、我々はあくまで自殺事件として捜査していますが、あらゆる可能性を考慮した上で事件を判断する義務があるのです。とは言ったものの、ただの自殺とは思っていない。しかしそれを教えて騒ぎを大きくする必要はないので黙っておいた。校長先生、2年前に亡くなった佐喜多美沙さんと親しかった生徒はいますか。ああ、それならさっきの野沢くんでしょうな。彼は佐喜多さんとは幼なじみでしたから。そうでもなければ誰も近づこうとしないこの塚に毎日お祈りに来たりはしませんよ。幼なじみ。すると野沢翔太は最初の容疑者になる。容疑者？動機は幼なじみを殺された復讐のため。あ、そういうことか。もちろんこれは2年前の事件が事故でなかった場合の話だが、他に親しかった生徒はいませんか。佐喜多さんと一緒にコックリさんをしていた生徒とか。少し考えた後、校長は首を横に振った。そうですか。2年前の事故から何かをつかめればと思ったのだが仕方ない。狐塚を後にした僕たちは校長の許可を得て校内を捜査させてもらうことにした。おっ、先輩、これからどうしますか。そうですね。僕は少し考えた後、佐喜多美沙の事故を調べることにした。生徒から情報を集めることにした。いや、百聞は一見にしかず。佐喜多美沙の事故を調べることにした。これ使い方合ってるかな。2年前に起きたという事故のことが頭から離れない。今回の連続自殺に何らかの関わりがあるのではないか。あるいはそれはようやく手に入れた現実的な事実にしがみつこうとしているだけなのかもしれないが。小暮さん、佐喜多美沙が亡くなったという事故について調べてもらえませんか。おっす、喜んで。佐喜多美沙の事故は所轄である乾署の担当だ。携帯を取り出して同僚に電話をかけた小暮さんは手短に要点を説明し、当時の記録を調べるよう手配した。すぐに調べられるそうであります。向こうから折り返し連絡が来ますので、もうしばらくお待ちください先輩。ありがとう小暮さん。そういえば先輩。はい。事故で思い出したんですが、こんな話をご存知でありますか。また暗転しないよね小暮さん。連絡が来るまで手持ち無沙汰になったのか、小暮さんが何やら噂話を始めた。事故といえば、この間高校時代の同級生から恐ろしい話を聞いたんですよ。高校時代の同級生から。そんなに怖いなら話さなきゃいいのに。
これはその同級生の友人が実際に見た話らしいんですが。また友達の友達じゃん。何年か前に地下鉄で飛び込み自殺があったんです。朝の通勤時間で大変混雑しており、その同級生の友人も居合わせた人間の一人でした。朝の通勤時間か。地下鉄の運行は一時ストップし、現場には怖いもの見たさの野獣馬が溢れ返りました。同級生の友人も興味本位で見に行ったのですが、そこにはバラバラになった男の体が転がっていました。うわうわうわ、想像したくない。そしてホーム下に落ちていた男の頭部に目をやった時、男の生首がカッと目を見開いて言ったんです。え、生きてんの？いや、即死だよねこれ。見てんじゃねえよと。え、見てんじゃねえよ。これはさ、ボンビーガールの鈴木サバさんの決め台詞じゃないの？見てんじゃねえよが登録されました。どうです、先輩。いや、どうですと言われてもね、見てんじゃねえよは鈴木沢さんの決め台詞だよ。怖いでしょ？ま、怖いっちゃ怖いけど。ええ、まあ。話自体はよくある噂話の類だったが、怖がりの人間が話すと本当に怖そうに聞こえる。いや、これで先輩もお仲間ですな。お仲間？怖い話を一人で抱え込むのはどうも居心地が悪くて。なんだ、巻き添えを増やしたかっただけか。やっぱり小暮さんは怖がりだ。ん？おお、この音楽か。話し終えたのを見計らったように小暮さんの携帯から着信メロディーが流れ始めた。うむうむ、わかった。ダメでした、先輩。ダメなの？さきたみさの事故の記録は見つかりませんでした。見つからない？オス、紛失してしまったのか、それとも誰かが持ち出しているのか、お役に立てず、面目ありません。警察の記録が紛失するなんて、そうそうあるものではない。誰かが持ち出した可能性を考えた方が良さそうだが、僕たちの他に2年前の事故をほじくり返そうなんて刑事がいるとは思えない。あっさりと行き詰まり、2人してと考え込んでいるところに、とてつもなく大きな雷鳴が響いた。うわー、びっくりした。音がした方角を見ると、狐塚のある雑木林から煙が出ている。落ちた！落雷したのだ。警察官の任務ではないが、火事になる可能性をみすみす見過ごすわけにはいかない。僕と小暮さんはうなずき合うと、全速力で狐塚へと引き返した。3人の少女にはそれぞれ護衛の刑事がつくことになっているが、完全に人任せにできるほど大きな器量も太い神経も持ち合わせていない。小暮さんと相談して、僕たちもいずれかの少女の家を張り込むことにした。問題は誰の家を張り込むかだが、神山家を張り込むことにした。堀川家を張り込むことにした。いや、神山家を張り込むことにした。神山由香の家を張り込んで、かれこれ6時間が経過しようとしていた。6時間も？張り込みというのは思いのほか忍耐力を要する。それが状況証拠のみでの疑惑に基づく張り込みなら、なおさらのことだ。先輩。はい。神山は動きますかね？小暮さんは1時間ごとにこの質問を繰り返している。わかりません。動機は不明。証拠もない。しかし、あの神山のコックリさんへの執着は普通ではない。ところで先輩、こんな話をご存知でありますか？え？また友達の友達から聞いた話？先日、派出所勤務の友人の先輩がパトロールに出た時に体験した話らしいのですが。え？
この話聞いたよ。その先輩は深夜の巡回のために同僚とパトカーに乗っていました。けしからんことですか、気分転換のつもりで普段とは違う順路を走ったそうです。何事もなくパトロールは終わろうとしていました。発出所まであと数分というところで、突然無線からの悲鳴のような雑音が聞こえ始めたのです。あれ、前とは違うな。何事かと調べてみても無線に異常はありません。30秒と経たずに雑音は止みました。発出所に戻ってから古株の先輩に話してみたところ、昔ちょうどその場所で一家惨殺事件があったそうです。え、何それ。この話を自分に引き込んだ友人は、幽霊が電波障害を起こしたんだなと言っております。霊と電波障害が登録されました。そんなわけないですよね。気のせいじゃないかな。小暮さんは僕に否定してほしくてこんな話を持ち出したらしい。下手に意地悪をして帰られても困るので、ここは彼に会わせてあげるとしよう。もちろんそんなわけ。何この点点点。え、何これ。ひえ、電波障害。無線から唐突に流れ出した雑音に小暮さんが情けない悲鳴を上げた。大丈夫ですよ小暮さん、ただの偶然ですよ。言いながらも僕の声は上ずっていた。それともお化けでもうろついてるんですかね。いや、こんなこと言っちゃ小暮さん余計怖がるんじゃない。冗談めかして恐怖心のコントロールを試みるが、それは小暮さんを一層怯えされただけだった。ほら、やめてください先輩。あ、ごめんなさい。小暮さんは耳を塞いでしまった。しばらくすると無線は元通り沈黙し、再び夜の静寂が場を支配した。小暮さん、治ったみたいですよ。見ざる聞かざる状態の小暮さんの肩を叩く。収まったのでありますか。ええ、もう大丈夫でしょう。一時的な故障だったみたいですね。気遣って楽観的な言葉を口にしても小暮さんは納得がいかないみたいだ。本当にただの故障だったのでありましょうか。彼の言葉に答えるものはなく、疑問は闇に消えていった。第1話なんですが、第1話のデータベースが全て回収できたので中途半端ではありますが、第1話はおしまいという形にさせていただきます。それでは回収したデータベース読んでいきたいと思います。ファイルナンバー94、第1話、こっくりさん、芝交換。芝交換。町人の息子として延享4年1747江戸に生まれる。絵画の道を志し狩野派に学ぶ。その後浮世絵などにも従事するが、平賀源内や織田の直武らに出会ったことにより西洋画に目覚める。西洋画の手法を取り入れ、エゴマ油を使い、フジラを題材とした日本の風景画を多数描いた。また天明3年1783年には日本最初の銅版画制作に成功している。また当時としては先鋭的な人物であったらしく、天明8年1785長崎へと西洋画の修行に行った際、玉突き、つまり今でいうビリヤードを楽しんだことが長崎への旅行記として記された西遊日記に記述されている。その他にも交換は天文学や地理学などにも通じ、哲学者、社会思想家としても功績を残している。ファイルナンバー104、第1話、こっくりさん、春波浪筆記。春波浪筆記。芝交換が晩年に書き記した随筆。春波浪とは交換の号の一つで、その内容は世の中の逸話から哲学的なもの、交換による宇宙に関する考察に至るまで実に多彩である。また交換はこの随筆の中で
美人画で有名な鈴木春信の贋作を作り打ったことも告白しており、そのことから交換イコール写楽説も唱えられている。この春波浪筆記の中では狐に関する記述がいくつか見受けられる。方眼坂に住むある下女が雨の日、火の玉を目撃し、その翌日にはその家の次男が白髪、金の目の手に火の玉を持った化け物と格闘したという話を紹介した上で、それが家を建てた時に埋めた狐であろうと記しており、またその他にも狐に疲れた人間が治療されたという出来事も記している。これにより江戸期には稲荷信仰の流行とともに多くの怪異が狐の仕業ではないかと考えられていたことが伺える。ファイルナンバー141、第1話、こっくりさん、透視能力。透視能力。一般的に透視能力とは、閉じられた箱の中身を見るといったような物体を透視する力だと思われているが、実はそれだけではない。物体の中身を見る能力を通常透視といい、それ以外にも離れた場所から遠くの景色、あるいは出来事を見る遠隔透視をはじめとし、予知や過去の出来事を言い当てる高知なども透視能力の一つであると考えられている。また物体に触れることによってその物体の記憶を読み取るサイコメトリーといわれる能力も透視能力の一種である。透視能力の研究は古くから進められており、日本でも明治時代に心理学者の福来智吉が行った透視能力の研究は有名である。福来智吉は三船千鶴子という女性に透視能力があるとし、数々の実験を行った結果、彼女の能力は本物であるとした。彼の研究は当時マスコミにも大きく取り上げられ、さらには大きな論争にまで発展したが、その後トリックがあるのではないかと弾劾され、ついにはその女性が服毒自殺を遂げるという悲しい結末を迎えた。また1960年代にはオランダの超能力者ジェラール・クロワゼットがその能力によって数々の事件を通し解決に導いている。1976年にも彼はあるテレビ番組で行方不明少女の遺体の場所を言い当て、大きな話題を呼んでいる。海外では現在でもこうした能力は犯罪捜査などに役立てられており、それにより多くの事件が解決されていると言われている。また犯罪捜査だけでなく、1990年には湾岸戦争においてイラク軍の秘密基地を探るために軍事研究室でこの透視能力が活用されたという話もある。ファイルナンバー152、第1話、こっくりさん、根岸陳英。根岸安森でした、ごめんなさい。江戸の南町奉行であり、民間の逸話噂話などを記した耳袋の作者として知られる。耳袋の作者だったの。元文2年1737、御家人である安城貞弘の三男として生まれる。宝暦8年1758に根岸盛典の養子となり、その後勘定方になる。1784年には佐渡奉行に就任。元来書き物を好んだ安森はその頃より知人や町の噂などを通じて知り得た話を忘れないように書き記し始める。その後勘定奉行を得て、寛政10年1798には南町奉行になった。御家人という身から奉公にまでなるというのは当時としては異例の出世であり、またその人柄からも名奉行と謳われた。自立安森は有能であり、また人柄もよく他人の長所を引き出すことに優れていたようである。素敵じゃん。
耳袋は全10巻という形をとっており、多数の珍談、奇談が収録されているが、あくまで本人の楽しみのために書かれたものであり、その中には幽霊や妖怪話なども含まれているが、どうやら安森本人はそういったものの存在は信じていなかったようである。じゃあなんで書けたの？ファイルナンバー181、第1話、こっくりさん、見てんじゃねえよ。見てんじゃねえよ。ある男が線路で飛び込み自殺をした。電車の車輪に切断された男の首は胴体から離れゴロゴロと転がった。わあわあわあ。不幸にもその場に居合わせた会社員がその顔を直視してしまう。うわあ、トラウマじゃん。するとその生首は目を見開き、見てんじゃねえよと言った。これが都市伝説、見てんじゃねえよである。この類話として飛び込んだのが女子高生であり、見ないでと頼んだというものもあり、見ないでというタイトルの噂としても知られている。またその他にも似たような話として、事故で胴体が真っ二つに切断された上半身のみが助けてと訴えながら追いかけてくるというものが存在する。これは怖いわ。では果たして実際に首のみとなった人間が言葉を発することがあるのかと言われると、もちろんそれはありえない。すでに空気を発するための横隔膜と切り離されてしまっているからである。しかしながら言葉を発しないまでも多少動くことはあるのだという。過去の処刑法の一つにギロチンというものがある。説明するまでもなく、ギロチンはフランスの医師ギオタンにより18世紀に生み出されたと言われる斬首台であり、フランス革命期に多くの犠牲者を出した道具と言われているが、実は斬首台自体は古くから存在したとも言われる。このギロチンによって処刑された首が名前を呼ばれ数回瞬きをしたという話が存在する。またある処刑執行人は切り離した後の胴体の方が動くと供述している。これらはいずれも死亡した後の筋肉の痙攣であると説明されており、人間の意識自体は脳の血圧の変化によりすぐさま意識を失うことから、自らの意思によって動くことはありえないとされている。ファイルナンバー198、第1話、こっくりさん、霊と電波障害。霊と電波障害。霊感のある人間と霊の関係はしばしばラジオと電波に例えられる。人間の体はいわばラジオであり、霊感のある人間は電波である霊を感じ取るためのチャンネルが備わっているのだという。だからというわけではないが、時に霊は電波に近寄ることがあるようである。霊がラジオに近づくと電波が乱れ雑音が入るという説が存在する。それだけではなく、時にはラジオを通じて言葉を発することもある。埼玉県のある国道では車で走行中に AM ラジオを聞いていると、そこに霊の声が混じり込む場所があるという。今も？またラジオを聞いている時に霊の声が入り込み、それを耳にした者が次々と事故に遭ったという話もある。まあそりゃあね。さらには霊の声は時に録音されることがある。数々の人間によって主張を繰り返され、世に出されたはずであるにもかかわらず気味の悪い声、叫び声が入っている CD なども多数存在する。また録音スタジオには霊の目撃談も多いという。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ユリア君。はい。ちょっと手をついてひざまずいてくれない？突然何を言い出すんだ、ひとみさんは。
僕はドギマギしながら、かしこまりました女王様と命令に従った。ひとみさんにその手の趣味があったなんて、いや絶対違うと思う。しかし女性に恥をかかすわけにはいかない。何事も経験だと思い、僕は力強く一歩踏み出した。かしこまりました女王様、なんで緑色になったの？ひとみさんの言葉に従い、両手両足を床につけてひざまずいた。間違っても人には見せられない姿だ。これからどんなプレイが待ち受けているんだろう。僕の鼓動は高鳴っていく。ああ主人公、いた！突然の痛みとともに背中に何かがのしかかる。それはひとみさんの足だった。太すぎず細すぎず、肉付けのいい長い足、それが今僕の背中を踏みつけているのだ。事態は明白だ。これは間違いなくあれだ。あれって何？僕もとうとう未知の世界へ誘われていくのか。いや戻ってこい。いただだ。さらなる痛みと体重が僕を襲う。これは全然気持ちよくない。これを乗り越えれば快感に変わるというのか。お疲れ様。いいわよユリア君。あ、女王様って言ったことに対して何も言わないんですね。そこにはいつものひとみさんがいた。あれ、もう終わりですか？何ハマってんの？ええ、これを取りたかったのよ。ひとみさんは一冊の本を手にしていた。何です？それは学年名簿よ。ひとみさんは書棚の高い場所にあった名簿を取りたかっただけなのだ。その土台として僕を使ったというオチか。勘違いでときめいてしまった自分が情けない。でも土台なら何も僕じゃなくてそこら辺にある椅子でいいじゃないか。あ、確かに。僕は背中をさすりながら不平を鳴らした。ユリア君。はい。この名簿を調べれば何か新しい事実が見つかるんじゃないかしら。ひとみさんの言う通りだ。バカな妄想で遊んでる場合じゃない。僕はひとみさんから手渡された名簿の中から手がかりを探そうとページをめくった。